ダベコットとは、ユニックス系の OS 上で動作する、IMAP および POP3 のサーバである。セキュアなシステムを意識した、設計方針を取り、ティモシライネンラによって、開発、公開されている。オープン E メールサーベイによると、クーリエまたや、UW-IMAP に代わり、標準的な地位を占めるようになっている。2020年の時点でダベコットには少なくとも290万台の、 imap サーバのインストールベースがあり、全 imap サーバの76.9%の世界市場シェアを持つ。2019年の同じ調査の結果は、それぞれ260万件と76.2%の数値を示した。MacOS 10サーバー v10.6 では、標準のポップ3 imap サーバーとして、従来のサイラス imap から置き換えられた。ダベコットには、 主な特徴として以下のような点が挙げられる。ダベコットは標準の MBAX、メールダー、および独自のネイティブ高性能、DBAX 形式で動作する。UWIMAP およびクーリエまたサーバによる実装、およびメールボックスに直接アクセスするメールクライアントと完全な互換性がある。ダベコットにはメール配送エージェントと LMTP サーバも含まれており、 オプションで、シーブ、フィルタリングサポートが提供されている。ダベコットは、クラム MD5 やより、安全なダイジェスト MD5 等、imap、POP、およびメッセージ送信エージェントアクセス用の様々な認証スキームをサポートしている。バージョン2.2では、ダベコットに、いくつかの新機能が追加されている。追加の imap コマンド拡張、ダシンクが書き換えまたは最適化され、 共有メールボックスがユーザーごとのフラグをサポートするようになった。バージョン2.3ではメッセージ送信エージェント、認証用のルーアスクリープとよびその他のいくつかの改善が追加されている。アップルでは MacOS 10サーバー10.6 Snow Leopard 以降の電子メールサービスにダベコットが含まれている。2017年、モジュラはモジュラオープンソースサポートプログラムを介して ダベコットコードの最初の公開監査であるダベコット、ソフトウェアのセキュリティ監査を実施した。オープンウェイマイユサーベイ。www.openemailsurvey.org.2019 年11月21日閲覧。白い年、ティモ、ダベコット S グローバルマーケットシェアグローズ数76%。 オープンエクスチェンジ2020年3月5日閲覧 https コロンスラッシュスラッシュサポートップル l ッ c コムスラッシュキロバイトスラッシュ ph8695 メールバックスフォーマット d バックスダベコットウィキ2020年5月29日閲覧ダベコットニュース v2.2 イリリースド2020年5月29日閲覧 ダベコットニュース V2.3 でリリースド。2020年5月29日閲覧。モス、セキは、オープンソース、コンプリーティットモーズラウィッキー。2020年5月29日閲覧。ありがとうございます。